道んとこで好き勝手に止めとんかなと思うから、これちゃうんですね。あのおじさんあれですよ、これ有料のとこで結局金ほんまに払うとんかというのを一台一台これチェックしてますよね。すごいな。これ今貼ったけど、これ今貼ったのは金払ってねえ入れないかお前はっていう、そういう意味なんでしょうね多分。ちょっと見に行こう。バイクも駐禁器だよ。これでもこれ車用だろ。9時5時って書いてるからね。こっち関係ないのよ。でもね、これもだから民間の、日本と一緒ですね。民間の、駐車監視員という形になってますね。で、ここはまあまあこれ今ヘルメット置いてるけど、あんまりヘルメット置いてるのないですよ。パクられるからかわからんけどね。で、多分これを今貼っとったけど、これだからあかんちゅうことでしょ。通知書って書いてるよね。通知書、金払わんかいって多分これ書いてんちゃうかな。ね、これで金も払わんと止めやがって、なめとったらあかんぞ。現金払え、これ5元払えってこと？5元25円、そんなことないよね。なんかよくわからんけども、とりあえずあこれか、20元払え、100円払え、これ多分1時間100円とかちゃうの。なんかよくわからんけど、とりあえずまあこれを金払えということで、予算が予算貼ってましたわ。電動車でございます。これはよう見る電動車ですよ。ADV のパクリのやつあったんやけどね、これ止まってんの。これ ADV のパクリか、ちゃうな。もうめちゃくちゃ ADV のパクリのやつがあって、でこれ ADV かっつったら ADV じゃないで、台湾のメーカーだって言われたんだけど、 SSM 何度かやったかな、これ SYM やったか、このメーカーやったかな、なんかホンダの ADV の丸パクリみたいな外装がね、そんなやつがありましたけども、まあ、バイクもこんなどこでも止め放題かと思ってたら、一応これ金をどないやってやってるのか、多分ネットでやってるんでしょうね。で止めてネットで番号でここへ止めてっていうのを申し込みをやってるんやと思いますよ。でネットでキャッシュレス決済なんかやってるんですよね。ほんで時々人が来て、どないなっとんねんと、金払っとんかというのをチェックして回るということになっておるんでしょうね。バイクの駐車状況でございました。